こんにちはアマゾンサポータータ堀秀夫です今日はサポートのマニュアル、まあ、そちらにね、えー、追加希望項目のリクエストというのをね、えー、応募というか募集します、えー、まず1番中国商品の探し方、ねえー、日本の商品を買って、まあ、日本の商品に納品してるんですけど、まあ、中国製品ね、えー、中国から商品を仕入れて、まあ、大量に販売すると いうののもね、えー、ノウハウハつとしてあります、まあ、これ実践してね、えー、非常にいい成績出てる中国、えー、製品の販売してる会員さんいらっしゃいますんで、まあ、そちらの協力を得てね、えー、マニュアル作れますんで、まあ、中国製品の探し方、ねえー、希望があればマニュアル作りますあるいはメーカーからの直接仕入れのノウハウ これやみくもにあってもね非常に効率悪いんでまあ、どんな手順で、まあ、どういう商品だったらまあメーカーから仕入れた方がいいのか、まあ、それをどう探したらいいのかまあそういうノウハウあるいはね今、えー、シンガポールあるいはオーストラリアアマゾンだとね、えー、在庫リミットというのがね、えー、非常に問題になってきてます、まあ、うまくスムーズに商品見つかればいいんですけど、まあ、そうじゃなくてね、えー、リミットを使い切るギリギリまで行っちゃって商品がまだね、えー 目標とする利上げに対して足りてないということになると、まあ、結構探しにくい。まあ、これを開始するオプション、まあ、それを、ねえー、どんなオプション用意できるか。まあ、この3つの項目、まあ、リクエストが、ねえー、あった項目、あるいは、ねえー、リクエストが全部があったらリクエストが多かった項目から、ねえー、マニュアルを追加して作っていきますので、まあ、このちょうど調、ね、布製品の探し方を知りたかったとか、まあ、メーカーからの直接入れのノウハウを知りたかった、ねえー、そういうのがあれば。 お気軽にリクエストしてくださいまたね、チャットワークでも、えー、メールの方の返信でも構いませんので、まあ、これが知りたいというのをね、えー、この項目に限らず何かあれば、えー、聞いていただければ、まあ、個別サポートの会社ならすぐお答えしますし、えー、まあ、そうでなくてもね、えー、まあ、これはそうだね、みんなの役に立つねという項目ならね、お答えするなり、えー、追加記事を作るなりしますんで、お気軽にどしどし。 こういうのは聞けないのかななんていうのをね遠慮せずに何でも疑問に思ったことあればご質問くださいご報告ご質問、えー、お待ちしています Amazon スーターアマゾン出サポーター Amazon 演出サポーター堀秀夫でした